なに？デートが欲しいです。本日は波乱万丈人生を送ったティート・タカシの人生功労を暴いていきます。いろんな苦難に立ち向かって今はフィリピンで生活をしているティート・タカシ。どんな波乱万丈の人生を歩んできたか、いろいろ聞いていく動画となっておりますので、最後までのご視聴をよろしくお願いします。それでは一つ目の質問に入ります。まずはじめに、フィリピンを知るきっかけとなったのは何でしょうか？フィリピンをはじめに知るきっかけ、これはね、すごい前ですよ。僕ね、多分早い時期、確か僕が19歳とか20歳ぐらいの時に、今からですと37、8年前、そう、まだ僕実家、栃木なんですけど、実家で、蕎麦屋をやってたんですね、実家は。で、それを手伝っている時ですね、近所の先輩が、こういう面白いお店があるよっていう感じに誘われて行ったのがフィリピンパブということで、そう、その時にね、ショータイムを見た時にフィリピンハマりましたね。そう、その時に、もう何十年も前だからね、なんつったっけな、ダイナダンサーとかっていうチームがフィリピンから来てて、なんかフィリピンのテレビにも出てるダンサーなんだよっていうのはちょっと記憶がありますね。そう、それが一番初めにフィリピンを知るきっかけですね。その時にドハマりしたというのが今現状フィリピンに住んでるということですね。はい。第2の質問、ご結婚はいつ頃されたんでしょうか？結婚ですか？結婚はね、確かあんま覚えてないですけど、26歳ぐらいの時にフィリピンのね、パンパンガっていうところの女性とね、あるところで知り合いまして、でゴールインと、そうだね、約30年前ぐらいになるのかな。はい、まあ第1回目っていうね、今現在×1なんですけど、はい、そう、パンパンガの、これね、この女性と知り合ったきっかけっていうのもちょっと面白い話があるんですよ。はい、実はね、この女性と、まあ、質問とちょっと変わっていくんですけど、そう、この女性と知り合ったきっかけっていうのが、たまたまね、小山っていうところに、フィリピンパブがあって、たまたまそこに入って、指名をした女性がその女性だったんですよ。で、その女性も、僕がたまたま行ったその日が1日目ということで、で、この女性、前の嫁さんですね。前の嫁さんが、そのお店に来た理由がまたすごいんですよ。はい。そうだな。A ちゃんとでも言いましょうか。A ちゃんが、このお店に来たきっかけっていうのが、女の子、そこで働いてる女の子が友達でいまして、で、この A ちゃんは、ここに来る前は、福岡だったかな？そう、福岡にいたんですよ。で、その福岡から、なんと、その知り合いをたどって、
逃げてきたというそう、そういった女性と知り合って結婚まで至ったんですよ。でたまたまその女性の友達3人と一緒に逃げてきて、もう住むところがないっていう状態だったんですね。でたまたま僕が、アパート、3部屋 3LDK っていうのかな、そう 3LDK に一人で住んでたんですよそうで部屋が余ってるっていうことで、まあ相談したんですよね。じゃあ僕のとこ来るって、3人まとめて面倒見ようということで、そう3人がね僕のアパートに転がり込んできたんですよ。そういやーなんか懐かしいな、こう自分で喋っててもあの時はすごかったですねはい。でね一人暮らしだったのが、4人暮らしに、はい、変わりました。でねいろいろあるんですよそのアパートでもね。ね入って面倒見始まって3ヶ月ぐらいが過ぎたあたりかな、そう電話代がもう一気に跳ね上がって、月の請求が8万円とか7万円とかありました。でそれをその女性ら3人に問いただしたら、フィリピンに電話してたと当たり前ですよね。そうでそのお金は、その女の子3人たちに払わせましたね。はい、僕が払ってたのは家賃だけだね。あと光熱費か電気代だなんだ。でその家賃も月々もらってました。一人いくらだったかな、3000とか5000とか。そうあのね田舎に住んでるとアパートっていうのはすごく安くて、あの時ね4万だかそこらだったんですよ家賃が。あれいくらだったっけな、4万もいってなかったかな、3万5000ぐらいの家賃だったんで。そう 3LDK ですよ、もう30年も前ですけど、そうそういった時期だったんで、そう3000とか5000とか一人からそう回収してたかな。そうでその中の女性一人とできちゃったということなんですよ。はい、ちょっとね話はずれましたけど、そんなことがありました。はい、今の話をもうちょっと詳しく教えてもらっていいですか。はい、あの3人の女性のことですね。そう逃げてきたんですよ。でねなんで逃げてきたのって聞いたら、もうねお店のシステムが嫌で嫌で、もう前からもっと早く逃げたかったって言ってましたね。何をそのお店のシステムが嫌だったのって、仕事だからしょうがないじゃんって言ったんですけども、もう昔あるあるで、なんだろうデートしろホテル行けとかね、いろいろ毎日ね言われてたらしいです。でね、3人で話し合ってもう嫌だから逃げようっていう話になって、たまたま、こっちにね知り合いがいたんで、その知り合いの方は日本人の人と、もう結婚されてるっていうことで、いろいろ相談したら、空港まで迎えに来て、そのなんだ知り合いの家に、その日は、お世話になったっていうことなんですよ。でねたまたまね僕がその小山のお店、名前ちょっと忘れちゃいましたけど、フィリピンパブに行ったら、そんな3人を、なんだろうこれ運命なのかなその3人の中の一人を指名したら、そうでね、その指名したら、クーヤー友達2人いるからその人も呼んでいいっていうことを言われて、
まあ、その時はね、大盤振る舞いしましたよ。おい、いいよ、いいよ、やべやべ、みたいな。でね、その3人が、同じテーブルに来てね、僕と話してたら、3人で逃げてきたという3人だったんですよ。でね、なんだろう、その3人の中の1人がね、今現在、家がないって、住むところがないって、始まったんですよ。でね、前も言いましたけど、僕その時ね、3LDK、3DK かな、3DK になるのかな、 3LDK ちょっと忘れましたけど、そう、一人暮らししてたんで、じゃあね、部屋が空いてるから、もし俺のとこでいいんだったら一度来るっていう話になったんですよ。そう、そしたらね、それから一週間ぐらいしてからかな、まあ何回かお店には通ったんですけど、一週間、二週間ぐらいして、クーヤンとこ行っていいっていうことで、いいよってことで面倒見た次第なんですけど、そう。でも、すごいよね。三人で逃げてきたっていうことで、もう昔はあるあるでね、なんだろう、いろいろね、お店の悪いお店は多かったですよね。はい、まあ大変です。でね、そこでね、僕ん家に3人じゃ面倒見るっていうことで僕ん家に来ることになったんですけど、僕ん家から小山って車で20分ぐらいなんですけど、それね、毎日送り迎えは無理だっていうことで、その小山のお店も辞めさせて、僕ん家の近くに僕の先輩がやってるお店がたまたまあったんですよ。で、そこに紹介しました、3人でね。あ、もう明日から来ていいよっていうことですぐ採用になって、はい、もう僕のアパートから、そうだな、車で5分ぐらいのとこだったんですね。で、そこに毎日送り迎えをして紹介したっていう形ですね。はい、その生活は楽しかったですか？はい、そうですね、なかなか楽しかったですよね。そう、3人で、まあ4人でいろいろね、出かけたこともあるしね、なかなか楽しかったですね。まあいい経験ができたかなっていう感じです。そうだったんですね。その後は何かありましたか？その後ですか。そうですね、無事結婚の手続きも無事終わって全て終了してから、そうですね、しばらく実家で仕事をずっとしてたんですけども、実家で仕事をしてる間に夜は、僕ね、たまたまその夜のお店やらないかっていう話が来まして、そう、居抜きでね、お店を買いまして、その女房と女房の友達を集めて、フィリピンパブをね、調子込んでやった時あるんですよ。そう、それもね、1年ぐらいだったかな、1年2年ぐらいだったかな。そう、やりましたね。でね、その1年2年で、あのね、なんだろう、すごくそのフィリピンっていう、フィリピンパブっていうのが流行ってた時期で、めちゃめちゃね、お客さんがね、いっぱいだったんです。でね、僕ね、昔から貧乏でお金が持ってない人間が、その夜のお店をやったおかげで少しね、余裕のあるお金を掴んだんですよ。で、その時に僕、とにかくね、ギャンブルが好きで、あの、よくね、あまり大きい声じゃ言えないですけど、日本にね、闇で営業してた、カジノみたいなね、ところがあったんですけども、そこにね、ハマっちゃいまして、お店をね、なくしました。そうなんですよ、お店はやったんですけど、1年2年3年続かなかったね。別にね、あの、そのギャンブルをやんなければ結
構ね、いい生活はできたかなって思いますね。それとリサイクルショップとネイルアウトもやって潰しましたね。はい、なるほど、ギャンブルでお店を潰したわけですね。ということは借金も相当あったんじゃないんですか？はい、借金ね、相当ありましたよ。潰した当時で1000万近かったかな。はい、でね、どうにかね500万ぐらい残っちゃったんですけど、もうその時どうにもならず親に相談しました。はい、でね、完済したということなんですけども、あの当時はね、バブルがちょうど全盛期から、弾けるだどうのこうのって言ってた時期だったんでね、そうですね、結構きつかった感じですね。でそれからもうしばらく借金返した後はもうずっと実家でやってたんですけども、またね、その実家を離れることになって、埼玉に移ったんですね。でその埼玉に行った時に、建築業解体を始めたということでね。そうですね、そこの建築業の話は別に大した話はないですけどね、毎日仕事をやって職人なんでね、夜は飲んで飲み歩ってたっていうとこですかね。はい、そうだったんですね。話は変わりますけど、今は幸せですか？はい、もちろんです。今はね、最高の人生だと思います。フィリピンにね、移住して、ね、結婚してから初めての、ね、家族一緒になったっていう感じなんでね、はい、最高フィリピンです。これからもね、ここフィリピンでね、お金はないですけども、笑顔を絶やさないファミリーね、まあ皆さんもご存知でしょうが、うちの嫁ちゃんはね、ちょっと陽気な性格なんでね、はい、笑顔は毎日絶えませんということでね、はい、これからも頑張っていきますんでね、ぜひともよろしく、ティート・タカシファミリーをよろしくお願いします。この動画をね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。一人でやりました。それではまた、さようなら。